昭和っぽい。長くなりました。なんかパッツンにしたんですけど、パッツンにしたら伸ばしたくなってさ、あの花だれ公演の初日とかパッツンだったやんか。でもやっぱり伸ばしとる方がいいかもってなって、今伸ばし最中じゃけん。添い寝配信に見える？それはちょっとやだ。前髪はなくしません、多分。お誕生日おめでとうって言ってくれてありがとう。いいえ、お誕生日おめでとう。規制コーナー当たりました。すごい。なんかすごく落選がいっぱいってお聞きしました。落選いっぱいだし、もう受付多分ないよね。キョウトロに似てる。本当？ありがとな。こんばんは。セクシー。なんか目が疲れた。トロのストーリー見た？見たよ。間違う。時間のスタンプよく使うからだった。フェイスラインほんと綺麗。嬉しい、ありがとう。親ありがとうございます。最近みちは美人なんだなって思った。どこで？いつ？どのタイミングで？こんばんは。ナー様と話しましたか？そう、聞いてください皆さん。今日はファイナリストライブのリハーサルがあって、ファイナリストライブ出演される方と、ね、お会いしたんですけど、まあお会いはしたことあるんですけど、皆さん初めてユイリーさんとお話しして、優しかったですね。写真も撮ってもらいました。なんか一緒になることっていうかね、話しかけれそうなタイミングは今までも結構あったんですけど、人見知りというかさ、こうね、ガツガツいけないタイプなので、可愛いなって旗から見よったぐらいでさ、なんか何かは今までしたことなくて、でも話したら、私も人見知りだからっていうか、いけない人だから全然話したことなかったよねって言ってくださってて、言ってくださって、でも人見知りに見えないって、人見知りに見えないからすごい話しかけやすい雰囲気あるって言ってくださって、で私が歌ってさ、小田里奈さんの声に似てるって言ってくださった。ちょっとハスキーって、そんな小田里奈さんと似てるなんていいんですか？キュンってなりました。
ユーリーさんなんかね、触れてはいけないこう高根の人みたいなイメージだったから、お話できて嬉しかったですね。ミチュってハスキーなのでワンワン、それは嬉しい感想ね。ファイナリストライブが誕生日当日である。おい、そう、私人見知りなんですよね。黒沢さんの差し入れのリーフパイ、そう、めっちゃ嬉しかった。私リーフパイ大好きなんです。一つ食べて三つ持って帰ってます。なんかね、ハスキーだねって言われること、ショールームで歌っとってもさ、たまにあって、私ってハスキーなのかなって。なんか確かにそんな時もある気もするし、でもなんか自分が歌っとる声を聞くと、なんか各駅停車とかさ、誰かといたいとか、別にハスキーではないじゃん。なんか声を聞くとね、歌った声は何なんじゃろ、歌い方なんかな。地声が少し今ね、今ハスキー今日おすすめ動画に離れていて、振りで片足になる時ってどこだろう。ハスキー、これ普通に喋ってます。左目が痛いな。これは普通だって。ヒナとかハスキーじゃないよね。こま、でも地声低いですよね。話してる時の丸く包み込むような声好き。こんばんは顔はがき、長月みどりちゃんに、長澤まさみさんに似てますねって言われて嬉しかったですめっちゃ好きだから。抱きしめてる唐揚げ、唐揚げじゃない。1年前より歌うまくなってる。ほんと、今日の平気めっちゃ似とる。おマジ、道は道やけど、ありがとう。今日紫と青かな、今こっちちょっと紫気味。でも基本ね、青々なんですよ。なんかね、暑い時は青々になるらしくて、今寒いけど、なんで青々なんじゃろ。なんかね、冬とか外にあったら黄色になったりするらしいよ。
かわいい。そう、ひなから撮ってないの。撮らなきゃ。こんばんは。重力ライブ大丈夫そう？まだわかんない。ソロ曲まだやってなくて、リハーサル。ソロやったらやばいやばいってなるかもしれない。ソロ以外は。楽しい。私ハモリが多いので、やっぱハモリ楽しいってなる。なんなんでしょう、なんかね、添える、なんかなんていうの、調味料に慣れてるのが嬉しいみたいな。私はあの完成されてるものに七味とかさ、なんかなんだろう、マヨネーズとかさ、そっちになりたいんですよね。山椒、そうそうそう。でもね、主旋律もね、ちょっと歌いたい。なんか支える、支えるでもないよね。でもハモリって彩りを加えるみたいな感じやん。なんて言ったらいいんじゃろうね。金のミーパンソロパーという方、いや本当にありがとうございます。主役系ではない。そう、私主役似合わないのと思う副菜、いや副菜、副菜、副菜というわけじゃないですよね。本当に調味料になりたいんです。そう、岡田奈々の道添え、そう、そんなそんな感じ、添え、そんな感じなのかな。服とかのデザイン的なこと、ああ確かに。こんばんは。やっぱ七味かな。服だとボタンとかファスナーとかになるのかな。いやだってさ、もう完成されとかんといけないのよ。メロディーの
その方はその方でソロで聴いても綺麗だし素敵だけど、こうハモリをすることによって違うメロディーが入って綺麗になったり、なんかエモさが増したりとか、そうアクセサリーですね、服で言うと。もうこのワンピースめっちゃ素敵、今でも素敵だけど、イヤリングつけたらまたね華やかさが増すみたいな感じが好き。今日ショールーム見始めて今村美月ちゃんが最初のライブです、ありがとう。初見じゃないよね。でもうわー、美月がコメント読んでくれ、見てるよ。でもごめんね。広島名産の調味料がことごとく星になるにゃんで。クリームソーダのさくらんぼ、おいそう、かわいい。未知の存在はファンにとって宝石みたいなところあるもんね。うん、そうじゃけ、うどんをさ、こっから手取っとるけんめっちゃ怖いよね。私こうやってあのエルボーをしてさ、ワンコを抱きしめとるけんさ、こうなっとるけど怖いですよね。ごめん。こううどんがあるやんでさ、足りない人はこうね、ネギやら七味やらかけるやん。で好きな人はグワーってかけるじゃん、みほりみたいに。誰の手？私ほら、全通特典のパンフ見てニヤニヤしちゃいます。ほんとね、ありがとう。全通すごいよ。多分だけど、みちは主旋律の人の気分をより乗らせることができるハモリをつける。そうだと嬉しいって思ってる。誰かがずっと掴んでるのかと思ってた。怖すぎやろ。こんばんは。ゆりさんにハモるところあるんですけど、ハモ歌いやすい、めっちゃ歌いやすいハモリって言ってくださった。私にとってはすごく褒め言葉で嬉しかったです。うん、嬉しかった。でもやっぱ難しい。ハモリとユニゾンの違いって何？じゃけん、皆さん合唱コンクールとかやったことあると思うんですけど、アルトとソプラノなんか2つのさ音域音程で歌ってるのが、まあ、ハモリみたいな感じで、ユニゾンはあのもうみんなアルトですみたいな感じです。全員でアルトパート歌ってますみたいな。同じ音を歌ってる。マジ解説うまいんよねそうなんよ、頭が良ければね先生になれたと思う。説明上手だから。グフフ。
でも知識がないんだ、何に対しても。ダンスとかは教えれるけどね。初めて感心した。おいおい、今までの私は何だったんだ。中途半端は否めない器用貧乏そうなんですよ。どうぞ。なんだよ、こんばんは。道が担任だったら楽そうね。楽そう。今までのミュアホップコーン、うん、どういうこと？それが総合レベルの高さ。いやー、それも言ってもらえる。まあ、すぐ言い訳信じてくれそう。まあ確かに。みちが担任だったら夏休みの宿題大変だよねって言って減らしてくれそう。そんなことはないですね。みちが担任だったら留年します。いやー、問題児。いや、そう、私球技苦手。こんばんは。実際スパルタっぽい。私は、うん、スタジオのメンバーとかには結構スパルタかも。まあスパルめっちゃあーって感じではないですよ。なんて言ったらいいんだろう、求めてるって感じ。シティングタイプ深い。うん、求めてるレベルに達せない人は置いてく派ですか？いやー、それはなんかさ、なんて言ったらいいのかね、あれじゃない？そこまで行きたいか行きたくないかの人もいるじゃないですか。みんながみんなちゃんとそこを目指してるっていうさ、もうこんぐらいでいいや私はって思う人もおるやん。難しいよね。潔い？これか。今何時？
16分か、ありがとう。置いていくタイプだね。置いていくタイプなのかな、わかんない。なんか難しいね。その子に会ったライン設定してくれそう。指導とかおこがましいって思うタイプな気がする。それはそう。聞いてくれたら教えるけど、ダンスの先生はいるし、間違ってるとこ見つけたら伝えるけど、全体がバラバラだったらダンスの先生に言ってもらう時もあるしみたいな、場合によりけりですね。最低っていうのもおかしいけどね、と超えなきゃいけないラインには行きたいけどね。それでは誕生を読んでいきたいと思います。13位短編映画さん、12位原価さん、11位ホアンさん、10位 MK さん、9位ブルーさん、8位ジュノラニカウィグレさん、7位イシケンマシンさん、6位ホジェさん、5位坪井ユースケさん、4位ユキさん、3位トントン21さん、2位テリーピーさん、そして1位はドルルルンジちゃん、なっかんさんでした。ありがとうございます。誕生日おめでとう、誕生日おめでとう。はい、とお仕事だね、いい夢見てね。休み、ありがとう。違った。ありがとう。